はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回の話をですね、最後まで聞いてもらえると足を細くしたい女性の悩みが解決できるかと思います。なのでぜひね、最後までご視聴ください。でまずですね、一つ皆さんにお伝えしたいことは、足が細い女性が載せているエクササイズとか、あとはアドバイスはね、もちろん良いと思うんですけども、エクササイズメニューっていうのはですね、やっぱり人によっていろいろ違いまして、足が細い女性が載しているエクササイズっていうのは割とね、元から足がそこそこ細い人の場合がね、とても多くてですね、足が今太い状態、いろんなパターンがあると思いますけど、脂肪のついた足、もしくは大天使よね、ここのね、大天使が出て、お尻と太ももだけが太い、あとはふくらはぎは意外と細いとかね、あとはむくみで足が太くなっている人、いろんなパターンがね、あるんですけど、3つ4つねパターンがあるんですけども、で足が細い人がやっているエクササイズやスクワットというのは、基本的には足が太くなりにくい人が続けて成功した事例ですので、今ね、足が太い方が真似をしても細くなるかどうかって言ったら、本当に10人中2人ぐらいは当てはまるかなというレベルなんですけども、そういった場合でじゃあね、自分に当てはまるエクササイズは何なのかっていうところなんですけども、基本的にはスクワットをして足が細くなる人というのはですね、基本的には体がとても柔らかい人という人は、基本的にはスクワットをしても足がね、細くなっていきやすいパターンが多いです。もちろんタートルなんかも体がすごい柔らかいので、足を鍛えてもですね、ほとんど太くならないです。で実際にタートルよりも足が細い女性って意外と少なくてですね、かなりの美脚の持ち主ではあるんですけども、実際やっぱり体が柔らかい人、股関節とかね、あとは太ももがね、太ももとかふくらはぎとか筋肉柔らかい人っていうのは、トレーニングをする上で伝達がゆっくりになってしまうので太くなりにくいと言えます。というのも、筋肉というのはゴムみたいなものなので、重たいものを引っ張った時に伸びてついてくる、伝達がね、こういう感じで筋肉柔らかい人は遅れます。で筋肉硬い人、体が硬い人というのは引っ張ったものがすぐついてきますので、基本的に力がすぐ伝わってですね、重たいものをね、しっかりやりやすい。であとは軽いものを持ってもやっぱり伝達がキュッと早いので、軽いものをしても太ももとかが張りやすく、疲れが取れにくく太くなっていくパターンがあります。なので、何が言いたいのかと言いますと、足が細い人がやってるエクササイズはあまり当てにならないというところがありまして、ではじゃあどうしたらいいのかというのは、やっぱり足が細い人の男性の話っていうのは意外と大切であると思ってください。脂肪太り、むくみ太り、あとはね、筋肉が張ってエクササイズをしても足が太くなってしまう、そういった人が、大体の人がね、当てはまるエクササイズっていうのは、例えば寝っ転がって仰向けで足を上げる、これは負荷がありませんので、あんまりね、なのでゆっくり足を上げてゆっくり足を下ろすことを、スクワットの代わりにやっていくとですね、遅筋というのが鍛えられて無駄な筋肉が落ちてですね、足が張っている人は細くなっていきます。でもちろんバランスもいりますので、そういった場合はうつ伏せになってももの裏を上げ下げします。これもあんまり体の硬い人は早くしない方がいいです。ゆっくり動かしてゆっくり下ろしていくということをスクワットの代わりにやっていくとよろしいかと思います。であとはむくみをね、解消するためにはですね、やはりマッサージとストレッチ、あとはお風呂にしっかり使ってですね、下に溜まってる水分なり血液なりをしっかり持ち上げてください。逆立ちなんかもね、よろしいかと思います。ちょっと危ないんですけどもね、逆立ちもとても効果的です。足を上げて寝るとか、
そういったのも効果的です。であとは、まあ、脂肪太りの方、その脂肪太りでもですね、太ももとお尻だけが大きい方っていうのは股関節の付け根の大天使という部分が横に張っちゃってますので、そうなってくるとちょっと股関節周りのね筋肉が使われにくいので、そういった方はしっかり大腰筋といって腰回りの筋肉ですね、腰回りの筋肉を鍛えて骨盤の位置がね悪くならないようにやってみるとよろしいかと思います。その骨盤周りのねエクササイズなんかはあのタートル乗っけてますので、ぜひよかったらご視聴ください。で、効果的なのはレッグレイズって言ってね、寝っ転がってよく下腹の腹筋を鍛えるっていうメニューでもあるんですけども、両足を上げ下げします。これもね、太ももの前が張っちゃいやすい人はギュッと上げちゃうので、そこはねゆっくり上げてください。ゆっくり上げてゆっくり下ろす。腰周りの筋肉をねしっかり使って、そしてあとは股関節の筋肉をつけないと大天使というのは引っ込みにくいので、しっかり立てて股関節をこういうふうに動かす、日頃動かすっていうことをねしていくと、大天使という部分がね、まあ、だんだんと収まってくるかなということがあります。で、あと普通にね全身、太ももとかふくらはぎ全体的に脂肪がついている人というのは基本的には、まあ、運動あまりしてない人に多いので、まずねその人はもうスクワットしてみてもらってもいいと思います。で、ももがねもし張りやすいようでしたら太ももの前を使わないメニューにシフトチェンジしてですね、まあ、基本的にはまんべんなく太もも、ふくらはぎ、まんべんなく脂肪がついてる人はね普通に運動不足と、あとは食べ過ぎのパターンが多いので、まあ、しっかりねスクワットと食事の管理をしていくと足が細くなっていくと思います。ちょっとね話が長くなったんですけども、まあ、最後にねまとめますと、足が細い人のエクササイズを真似しても細くなることはなかなかないので、基本的にはももが張りやすい人はゆっくり動かして負荷がないメニューで、脂肪が全体的についている人はしっかり負荷をかけて食事の管理、あとは太ももとお尻だけがね張ってしまって上半身は細い、あんま太ってないって方はですね、まあ、大天使に原因がありますので、股関節周りの筋肉の強化と、あとは大腰筋という部分をレッグレイズでゆっくり鍛えてください。皆さん頑張って美脚を手に入れていきましょう。これからもね下半身が細くなりにくい人に向けた動画は上げていきますので、よかったらチャンネル登録してもらってまたご視聴ください。長い時間ご視聴ありがとうございました。